それではこれからバランスを取るポーズ、そして中腰になるポーズを行っていきます。まずポーズで立っていただいて、足を肩幅ぐらいに開いてください。そして足の指を上げてみます。そして親指の付け根を意識しましょう。親指の付け根、ここですね。この親指の付け根を意識してください。ね、こちらです。はい、ここを意識しながらぐーっと足を上げて、指を上げてみてください。そしてもう一度上げてみましょう。ぎゅーっと上げて、そうですね。これを踏まえていきます。両手を前に出してください。このままゆっくりかかとを上げていきます。そして親指の付け根を意識してください。そうですね。はい、それではこのままゆっくり膝を、ゆっくりよ、膝を曲げていきます。そうです。こんな感じで、あまり前かがみにならないように肩の力も抜いてください。はい、そしてゆっくり吸いながら膝伸ばして、かかと下ろします。はい、静かに両手も下ろします。もう一度やってみますね。多少足の幅で、ね、広めたり狭めたりして調整してください。それでは両手前に出してください。この親指の手に意識してくださいね。ではゆっくり吸いながらかかと上げて、そうです、バランスを取りつつ、はい、吐きながら膝を曲げていきます。そこでしばらく呼吸を繰り返しましょう。背筋を伸ばして、膝もあまり広がりすぎないように閉じてください。肩幅ぐらい。はい、それでゆっくり吸いながら膝を伸ばして、かかとをつけます。はい、吐いて両手を下ろします。では両足を閉じます。